いかがでしょうです。今回ナビベースペルシアンエンパイアというわけでね、ちょっと前にね、すぐやってた気がしますね。2日とか、それぐらいの間でまた同じ相手と対戦するような感じですかね。というわけで早速やっていきましょう。対戦相手、クイヒーラワルですね。さあ、どういう選択か。その時と配置変わってるのかどうかとかもちょっと気になるところですね。同じ攻め方してたら気づくかもしれないっすが、どうでしょうか。さあ、3時にシューターチェックしてからシューター置いてタウン前ニゴブカットも入れつつ、タウン前外周部を削るイメージなのかな、これは。うん、このまま12時の方に持っていきつつ、ウォールブレーカーさすがに入れたいですかね。12時角につけるといいかもしれない。これはおそらくキングか何か、こういう目的のものかなという感じですが、さすがにレイジインビジブルイエティとかしないでしょ。だったらスニゴブでやれよって話だもんね。さあ、ボールブレーカーを、そうか、ボムターンに刺すのか。なるほどね。いいですね、そのホグライダー。ポイズンターンのターゲットを取ってます。うまい。あとはこのまま戻していくようなイメージですね。レジェンドとかでは結構出るタイプのですからね。さあ、これはいいルートになっている。非常にいいですね。迫撃砲のターゲットを拾うようなイエティだったんですが、無事失敗。ヒーラー隠すためにインビジブル使いつつ、うん、ホーミングチェックにはなりました。さあ、ポイズン先打ち分かってますね、このクイヒールート。レジェンドで結構これに似たタイプの、まあ、全く同じかちょっと分かんないんですけど、14の頃か結構流行ってますからね、このタイプの配置は。あ、そっちからラバルするんだ。まあ、安いがね、完全に反対サイドっていうところで。まあ、先打ちポイズンはかなり細かい援軍っていうか、なんか、ロケバルとか、スーパーガーゴイルとか、その辺固まってた時にちょっと苦しいっていうところで先打ちしたんですかね。さあ、いいドーム。まあ、ユニット大量にかかっていきつつ、中心フリーズ。ロイヤルチャンピオンも混じってますね。ここはレイジで突破させつつ、もう一回フリーズ。クロスにかけたかったですね。さあ、まあ、ここまで来ればもう強いかな。ロイヤルチャンピオンが、キングとぶつかって、ロイヤルチャンピオン能力解放だけでもしてほしいナイス。あ、イーグルまで降り切った。素晴らしい。あとは3次回収、スニゴブ一体でいいですね。3次の上のところ。うん。で、クロスの方はクイーンが打ってくれる。マルチ IT だけ残っていくんですが、オウルがダメージを入れてますね。キングではなくて。マルチ IT の方をターゲット取ってくれてました。あ、これはいいクイヒールート。まあ、当然ね、攻め方知ってるっていうのはあるとは思うんですけど、非常に綺麗に全開取れてますね。ナイス全開。クロークもこれいい、いいコントロールでしたね。バーサス。さあ、ガック、ライドラッシュだ。イーグル周りを削るのか。ああ、シューターからですが。ロケバルとスーパーガーゴイルを採用してますね。対空砲1本折るために、まずは何かやってくる感じかな。大砲を折って、ロケバルを出してくると思います。はい。で、12時にライドラを展開していくんですけど、ちょっと援軍釣れちゃうのは嫌ですね。反対サイドも同じように削っていくのかな。うん。アーチャータワーのところで。うん。ちょっとこのアーチャータワーの処理が。ここでバルーンを追加していきますが、ちょっと苦しそうと判断して、もう一体ライドラを追加しました。ホーミングとか。おー、赤枠に耐えていく。このジャイはシューター竹取り用じゃなかったのかな。あー、いいテスラだ、防衛。うん。さあ、イーグルの方までライドラは突破してくれつつ。対地まで追ってほしい。対地は絶対取ってほしい。ポイズンは打たずに、打ちました。フリーズまで打ってライドラに処理させようとしてます。さあ、タウンホールの方も一応同時展開で、レイジライドラに打ってったけど、ここ呪文ね、両サイド忙しいですね。タウンホールの方も、裏のイーグルの方もね、一緒にやんなきゃいけないというところで、ちょっと失敗してしまったシーンですが、いいよ、最強のライドラチェーン入った。ギリギリの HP、タウンホールまでは、
絶対に突破してほしい。さあ、スーパーガーゴイルをマルチ IT にピン出ししていって、このマルチ IT はスパガゴで折れましたね。あとはヒーロー使ってなかったので展開していくんですけど、援軍はスーパーガーゴイルで出たということで、一応陸に反応するユニットは出ても少しかな。ウォールブレイカーとかは特にないので、キングクイーンは完全別で使っていく。いや、12時のライドラちょっと手間取っちゃいましたね。あそこもうちょっとスムーズにね、進めると強かったかもしれない。さあ、ジャイロイちゃんここから設定ということで、まあシューターの方はそんなに連盟する気はもともとなかったって感じですかね。さあ、キングフィストでマルチ IT のところ壁2層を破らせつつ、ロイヤルチャンピオン打ちつつ、フリーズクイーンはクローク。さあ、レイジが一応一枚残ってるんですけど、なんとか投石は先に寄ってくれた。さあ、キング早く追って、それ。キング、クイーンは絶対生き残らしたい。ナイス。キングを先頭に進んでほしいです。第一クロスのターゲットは、キングが絶対拾ってください。さあ、これ、レイジ候補ここですよ。完全に。打ちたいですね。ナイス、レイジ。さあ、クイーンが入ってくれて、いや、これよくここまで持ってったな。ただ、さあ、エリクサータンク回収ですが、できずに 99%。 いや、いいアタックだったんですけど、ちょっと届かなかったですね。さあ、クイヒーラバル対戦相手、2本目もクイラバですね。さあ、6時の方からクイーン置いて突撃艦投げる感じかな。そうなると通ればめちゃくちゃアドバンテージが取れそうですが、そんなにちょっとで大丈夫？おお、怖いね。レジェンドとかならそれでもいいけど、ちょっと対戦でそれってちょっと怖いよね、その期間。いやー、クイーン。クローク使っていく。まあ、これで許してあげます。さあ、ウォールブレーカー使ってクイーンの道を作っていく。これ、クイヒルとはめっちゃいいですね。ちっちゃいもの2つ、そこ結構ね、ダメージもね、入るところなので、ジャイ1とか使ってあげるだけでも世界だいぶ変わった気がするけど、それ。こんなにキング削られなかったんじゃないかな。うん。このキングのルートもいいんですが、ちょっと、これはいいトルネード？これめっちゃいいトルネードですね。まあ、こうなってもいいように、キングの方をやっぱ HP コントロールしてあげるっていうところと、スケルトンの呪文がちょっと遅かったですね。クイヒーの方は非常にいいクイヒールートができて、これでまあめっちゃいいルートかな。アンジはちょっと切りたいんですけど、本当言うと。イエティで多分削ろうとしてたけど、合わせなかったって感じかな。まあ。ラバルをタウンホールの方から進めていきつつ、これで帰ってきてくれる。とはいえちょっと膨らんだこともあるので、マルチ IT からヒーラーが撃たれる角度で入っちゃいましたね。アンジ広がらなければこれ撃たれない角度で入ってきてくれたと思うんですけど、タンホールにねトム合わせるようなトムではなく、もうバルーンを隠蔽する意味だね、決め方をしたので、初手のクローク吐かされたのがかなり響いてますね。クロークがあればマルチ IT までは確定で取れて、あとはモノリスを数で押せるかどうかみたいなゲームが始まってたんですけど、こうなると結構こうクイーン残ってるといけてたっぽいな。この感じだとフリーズも1枚あるし、エアスイーパーとかダイクあたりもクイーンがされるようになってくるので、このフリーズもねモノリスにも残せるって考えると、クイーンが残ってれば結構いけてそうですが、これまだワンチャンあるか、もしかして。さすがにか、マルチ IT 取れないと無理ですね。いやー、クローク1本あれ次第だったね。やっぱクイヒっていうのはクロークを守る、こういうゲームです、という戦術。最終区画のワンプッシュがね、本当に強いので、クロークというキルはね、偉大ですね。クイヒールート非常に良かったし、まあ、プランとしてはね、キングロイちゃんのルートもかなり強くはあったんですけど、ちょっとね、キングに当たるトルネードの設定っていうのがね、相手からすると予想外だったし、うまいトルネードの置き場所でしたかね。さあ、森尾さん、スーパーボーラー、リターン型。6時にシューターセットからの
12時シクイーンですね。結構ありそうな形。うん。シンプルにクイヒー進めつつ、イエティかなんかでターゲット取るような感じですかね。まあ、かなり上下に広い視野でプレイングするような感じかな。わ、クイヒーの方はレイジを切って迫撃砲のターゲットを取ってしっかりイエティ出して、まあ、ここまでいったらもう目切っていいかなって感じで、下側はそんなに見ないでクイヒーの方を見てる感じかな。さあ、ユニコーンがやられたの、やられてはないけどやられるので、ここでしっかり追加、まあ、一発下のねシューターは食らってしまいましたが、アチャターまで触ってもいいかな、これなら。ああ、この人届くんだ。はい、ここからクイヒーを3時に持ってきてますね。もうこの辺もねリターン使ってることが多いので早いですね展開が。さあ、ベビドラと大砲を切りに行きつつ、ウォールブレイカー使ってたんかな、さっき消えてたユニットって。多分ウォールブレイカーですね。拡張しようと思ったけど開かなかったって感じかな。一応ケアにケアって感じで、これはクイーンもしっかり戻って、対地クロス打てないことがむしろいいですね。内側からしっかり戻ってくれて、ジャンプそっちにかけていく、うん、いいトーム。バルーンにもしっかりトームがかかりつつ、クイーンとスーパーボーラーはこの後右に流れてほしいんですが、しっかり向かってくれました。サラバハウンド、これはエレクトロタイタンはいる？ないよね、トミはいない。フロスティがこれ入ってくれたおかげでマルチ IT ね、ヒーラー打ってるんですけど、ここはなんとか耐えてくれています。さあ、ここは突破しつつ、うん、そうか、クイヒースタイルだとウォーデンのヒーローペットって生き残りやすいんで結構選べるんですね。今回はフロスティ採用ですが、クイーンは速攻クロックいいですね。ナイスクロック離れちゃったね。フィスト使ってロイちゃんって展開なんですけど、これもかなりいいですね。フィストかなり投石の近くまで温存しつつ、まあ、リクスケ出てくる来たところで先にね投石を打ってからっていう感じのイメージをするフィストだったと思うんですけど、リクスケの方が優秀でした。ここは捕まりつつ、ただクイーンの方がそうなると延命されて、このジャンプ1本めちゃくちゃ強いな。入りも作って出口の方も全部つながってって、これジャンプ1本で完全に横断できちゃうっていうのがこの配置の弱点でしたね。非常にうまいジャンプでした。対戦相手をおっときました、スーパーバーバリアン。ウォールブレイカーも11体からのこの配置、パイロー配置、まあ、結構対戦相手を下に見てるんでしょうね。大丈夫やろみたいなところですかね。さあ、これはスーパーバーバリアンでサイドカットというか、対空砲とかまで、うん、対空砲の前をまずは削ってって、ロケバルからの突撃艦、一応巨爆スペースはあるんですけどね、そこ。ホーミングヒット。さあ、ゴブリンが通ってくれて、一応巨爆スペースはなんとなく解除ができたみたいな感じかな。さあ、ここからクローンからのデイジーインビジブルというところ。さあ、バックガード取ってほしいですね。ここが割と勝負の分かれ目。ここでどれほど取れるか。さあ、2枚目のレイジとインビジブル、ラスト2枚どこまで削れるか。もう全ベッドです、ここは。完全にイーグルは削れてるので比較的ヒーローパート進めやすい感じですが、さあ、対地クロスほんとでかいですね俺の。さあ、どこまで削れる。結構削れた。タウンホール反対もちょっとだけ削れつつ、宝石2本残ってモノリスって感じですね。さあ、アーチャーでとりあえず援軍は釣っていきますと。ウォールブレイカー使って穴開け。さあ、そうか、ウォーデンまだ使ってないんでね。ウォーデン強いっすね、これは。モノリスとかあの辺でね、トームかけていくことになると思うんですけど、スーパーバーバリアンとかで9時釣ってアーチャーでいいや。アーチャーで釣って、これ、エレクトロタイタン処理一択だった気するけどね。あ、てか、エレクトロタイタン使わないで、バーバリアン処理だったな、これは。これが一番良かったな、これ。アイゴレなんでこんなことしたんだろう。フィスト使いつつ、ストライカーも添えていって、トームをどこで打つかを考えているかなというところですが、ここで打っていきました。さあ、ストライカーがロイヤルチャンピオンの方に届かせるようなね、このタイミングでのトーム。さあ、頑張れ、ストライカー、ロイヤルチャンピオンを処理するんだというところ。
処理はできませんでしたが大ダメージにはなっています。フェニックスが大量のソラーナを回収しつつ、ロイヤルチャンピオンも3時にドサクサに紛れて展開して、さあ押せるかな。クイーンのクロークが、それマルチの方進んでほしいんだけど、まあそうよね、ボールブレーカーとか手元にもう残ってるんですけど、穴は開かない数なのでスーパーバーバリアンで開けていきます。さあクイーンの方は戻ってからのこのクローク、打ちたい打っていって、さあロイヤルチャンピオンも能力残っていって、両方残って、おお行きましたね。ストライカーとか手元に残ってたんでね、まあ、トームに合わせて出すのもありだったかなというところでしたが、いやナイス展開ですね。さあ今みたいなね回廊配置に対しても一応前回取れるんだぞというところを見せつけていきつつ、カズマくんリターン型の VP のドラゴン、うん、なるほど、戻していく。あーマルチ IT を狙ってるって感じですね。さあ戻ってまいりまして、12時の方にシューターを置いております。このテスラは美味しいですね。まあ、レイジなしで突破したい感じは、まあどっちでしょう、これ使う火力になってるんで、クローク、ヒーラー4体の時と5体の時でね、こういったところが変わってきますね。タンまで行くのかもしかして。なるほど。おー、ホーミングを、トルネード解除してくれました。さあ、インビジブル、さすがにこれはやばかったですね。クロークももう使ってしまっているので、絶対延命したいところ。あー、うざい、それ。リップしてうまいっすね。ボタンホール取りつつ、タイチクロスこれ綺麗に折れますね。うん、テスラ折って反対も行ってくれるんですけど、あーここまでは回収せず下の方に来ました。6時に展開、シューターの方の延命は一応バーバリアン、これタゲ取れるかな、どうだろう。うーん、取れてない、惜しい。こういったところね、カズマくん、うまいですよね。ぜひやりながらでも、延命をしてくるの。今回はちょっとうまくいきませんでしたが、あ、いいフリーズです、これ。ホームね、奥で使いたいんで、ワンチャンもっかい、そうだよね、打ちたい、マジでバカしてる。うまい。ドラ目線、これめっちゃ大事なフリーズです。中心のね、モノリスマルチ IT とか、あの辺、援軍も出てくるようなところ、ここでトーム打てると、めちゃくちゃいいんですけど、綺麗なトームが入っていく。非常にいいですね。さあ援軍めちゃめちゃ細かい。さあここはフリーズもかけつつ、まあポイズンがねあればね簡単に処理もできるユニットではあったんですけど、一応ポイズン持ってきてるのでポイズンを打ってましたね。イーグルのあれとちょっと被ってみづらかったです。あとさ、かかってなかったところもあったと思うな今のでも。さあ真ん中モノリスの方は残りそうと判断してロイヤルチャンピオンを刺していきます。そしてウォーデンもついている。まあオールがついていたおかげでちょっと盾になってくれていたのかな。タウンホールをね通るタイプのドラゴンだと結構こういうところね、ウォーデンに対してフェニックスを使うこともあるんですが、ちょっとロイヤルチャンピオンはカバーで出したつもりがちょっとリクスケクイーンに捕まって想定と違う感じになっちゃいましたかね。ウォーデンもディギーも捕まって、ディギーは避けただけか。クイーン、神出すの、神殴り。キングがそれ、フェニックスモードでクイーン投石を触ってくれる。できればクイーンをね、落として投石もある程度やってほしいけど。クイーン落として投石もダメージ入れてくれて、ヒーラーは全滅しましたが、どうでしょうか。惜しい。時間の方が足りないっすね。95。初手のクローク分最後時間間に合わない部分も少し生まれたって感じかな。あとロイヤルチャンピオンでしたね。思い切りのいいロイヤルチャンピオンの追加だったんですけど。さあ、対戦相手はヒールの入ったクイヒーホーグ。結構珍しいです、ヒールが入るのは。さあ、この突撃感はね、別の対試合でも、これめっちゃ上振れたなーって言ってたと思うんですけど、言われてましたね。さあ、もうクイヒーも展開しつつ、さあ、水塔の方までボムが入りつつ。援軍も連れて、この突撃ってマジでやっぱ爆発すぎるよな。まあ、一旦、時間ですね。時間見るので。まあ、ウィザード刺してね、ちょっと時短をしていくような感じですね。HP もだいぶ持ってかれましたね。ここでヒーラーを追加していきます。さすがにと思ったかな。まあ、マルチ IT が浮くので、そこをどうするか。ワンチャンヒーラーのためのヒールとかある？ボールブレーカーここ刺すのかな？どうでしょうか。まあ、
階段に当ててくるのか。こうなるとちょっとヒーラーがね、打たれる時間が生まれちゃうので、ワンチャンヒールあるかもしれないですね、本当に。防具のためじゃなくて。ああ、これは綺麗に入るね。この打ち方してくれんなら綺麗に入る。さあ、もう一枚ウォールブレイカー。これはいいルートになってます。うん、モノリス打たれるので、早めにレイジオフ。キングにキング。あ、もう一枚ウォールブレイカー使って、それ強い。うん、フリーズかけてモノリスを先に折らせつつ、ただ穴開いちゃったんで、ワンチャンタンホール残してどっか行っちゃったりする？あー、リクスケ神か、お前。ここで時間を作ってくれて、クランジを打ちますね。さあ、ナイスクローク。うん、タンホールをここで打ってから、タイチクロスの方に戻っていくということで、めちゃくちゃいいですね。さあ、トーム打っていきます。バネはだいぶ飛びましたが、一応ヒールも残ってるので、ここかけつつ。いやー、食いひうまいね、これ。非常にいると。さあ、ストライカーも添えつつ、ヒールはもうすでに打ってしまったので、んー、ホグ先頭に入ってほしいんですけど、インビジブルうまい、インビジブルでしたが、クイーンの方が隠れてしまいました。さあ、防衛クイーンに、ここでストライカーと、ポイズンリザードが気づいてくれる。いいタイミング。さあ、大量のリクスケルトン終点に、さあ、ポイズンリザードが、おーっと、クイーンに反応して、すごい戻ってきた。さあ、ただ、ここはポイズンリザードが気づいて、気が利きますね。部下に欲しいタイプです。ここは、反撃壊してから打ちたいところではありましたが、まあ、ちょっと、どっちにしろ出てしまう可能性もあったと思ったので、先に打った感じですかね。うん。いいと思いますが、時間が若干足りなそう。クイーンから展開してトツイエティの方が、リカバリーはちょっとしづらくはなるんですけど、時間的には良かった感じですかね。惜しい。さあ、ホッサンは、おー、これは久しぶりにトツビズなのか、ガーゴイルなのかですが、これはタウン前ガゴかな。この形はタウン前ガゴするやつなので、おっさんは、そういう使い方するんじゃないでしょうか。わからんけど。もしくは、トツトームガゴを、この辺刺してくる？どっちだ？多分その2だ、2、ああ、違うわ、これ。全然違います。真ん中だ、これ。うん。これでね、僕も初見でアタックを見てることが。本当に初見で見てるんだなっていうのが伝わったかなと思います。途中で気づきました。スケルトンとポイズンがないことに気づきました。スケルトン3枚とポイズンがないことに。3施設きれいに決まりましたね。おー、取っていく。ちょっと怖かったですが、通りました。マルチインフェルノまで折れれば十分というのがこの突撃艦の役割になっていきました。さあ、大工まで折ってくれたら上振れだけど、レイジターの乗った大工の回復量が強い。さあ、ここはイエティの方で削っていって、バルーン22とかでもね、一応折れるんですけど、イエティの方が若干安く済むというところでイエティを採用したところかなと思います。結局ガーゴイル使って20枠同点ですね。まあ、より確実にと考えたときに、エティの方が、上振れ、あるし、結構かな。バルーンは下振れがあるって感じですね、今。置き方によっては。エスラとか。これはキングの方、オールブレがないのか。ってことは、クイーンの方も、そんなには、この後の動きは見てない感じだね。ワンチャンここ、なんかオールブレーカー使って、投石、ロイちゃんとかをクイーンで見てるのかと思ったけど、そっか、ワンチャンなんかオールブレーカー忘れたわとか言ってる可能性もある。うん、オールブレーカー入ってないわって言ってる可能性もありますが、ここからラバルパートスタートしていきます。ロイヤルチャンピオンとロイヤルチャンピオン使って、まあラバルに関してはね、ラバルの能力とリカバリに関してはもう天下一品なんでね。これフリーズかけずに、まあロイヤルチャンピオンは特にって感じですかね。ここで一気のヘイストトーム、まあフリーズ1枚はさすがにラバルに残しておきたいというところで、まあ、モノリスはね単体火力なので残ったところでって感じかな。絡む防衛施設が他にないからね。ラバハウンドしっかり反対サイドまで到達したのを見て、裏からバルーン差し込み、フリーズ一発結局余りましたね。まあフリーズかけたところで反対の対地クロスがもうね
聞いてくるからね、ロイヤルチャンピオンには。一応残したジャイアント展開したら出したせいでソラスケが、リクスケが出てきてしまうというところでね、まあ、出すとこ他にないので出してったって感じかな。気づけば圧倒的バルーンの量で非常にいい展開ですね。まあ、プランが良かったのか PS がいいのかよくわかんないですもん、これは。また対戦相手ラストアタックかな。クイヒーのスーパーホグ編成。突撃艦をセットしつつ、この編成だとね、ウォーデンはフロスティよりポイズンリザードの方が強いと思ってます。圧倒的にかなりの差で。90%対 10% ぐらいで、ポイズンリザードの方が強いと思ってます。結構バルーンの方は赤枠もヒットしたりと、かなり奥まで届かせましたね、イエティ。援軍釣れる範囲がかなりギリギリなので、そこまで確実にって感じかな。さて、スラが出てきたところに対して、改めて、イエティホグというところ。なんかこれ前、ここに、ボツイエティ刺したのに、テスラの方に反応して、くるっと戻ってしまったクイヒーを見たな。うん。このクランだったかな、これって対戦相手。なんかそれを知ってる人のユニットの使い方と突撃艦の刺し方だなっていうのが見えるんですけど、また同じ目に遭いそうですね、これは。しかもイーグルまで発動しちゃって。さすがに今度は、これは大丈夫かな？アーチャータワーの方には行ってくれましたね、なんとかね。うん。こうなると安心していきたいんですが、呪文とユニットをだいぶ割いてしまったと。ここはホグも追加で投げていく。この役割はなんだ？なんだろうね。エジターの解除とかそういう？うん、クイーンの方レイジも置きつつ上からホグですね。これ絶対ポイズンリザードじゃん。ホグ処理させるのはレベル上がってないんかな、ワンちゃん。さあ、ここで初手トームかまして行きつつ、ボムターを両方これでかわせるようになりますね。クイーンの方はインビジブル連盟して、フリーズフリーズでマルチインフェルノを固めているような状況です。さあ、クイーンの方はリックスケルトンを置いたんですけど、ターゲット見てしっかりクイーンで自分でクローク打ちました。素晴らしい。さあ、ウォールブレーカー角度つけて2枚出していって、クイーンの最終くじルートを作っていきたいところではあるんですが、ちょっと失敗。スーパーホグの方も結構止まっちゃってますね。ダブルフリーズとかもかけてね、マルチ IT の内側っていうところをね、ケアしてはいたんですが、ちょっとここは伸びきらず、フリーズも、まあ一応ここに打っていく。インビジブルとかは特にないので、ここのね、うまいこといい当たり方してくれればベストなんですけど、フロスティのボムが投石入りつつ、ところもね、ポイズンリザードとはクイーン処理できてると思いますけどね。まあ時間の方が足りないか。89%。最終アタッククラウスは、お、スーパーホグホグ。ゲームかな、ポイズンないんで。さあ、真ん中になりそうですかね。マルチなのかモノリスなのか、ちょっとわかんないですが。シューターも積んで、ヒールも1枚。まあ、イーグル側から結構こういうのは展開することが多いので。こうなると、モノリソールとルーター、マルチオープンの方が、手前マルチかな。こいつかモノリスかだと思うんですけど、モノリスの方でしたね。うん。クランチの方はかなり進みがいいですね。モノリスの方が若干進んでないんですけど、どうでしょう。最後はかけない判断ですが、届かない。いっぱいですね。クランチョの方は削れたので、まあまあまあって感じかな。さあ、迫撃砲のターゲットをババリアンアーチャーで削って取りに行きましたが、ババアーチャー両方一気に。
キングにはキングをぶつけて、アーチャーでもう一回ターゲットを拾いに行きます。シューターのね、ところいいですね。6時の方がしっかり。まあ、マルチ IT と、まあ、タウンホールは削れなくてもクイーンでみたいな感じだと思うんですけど、どうでしょう。むしろ起動はしてほしくないかなみたいな感じかな。どうだろう。おー、いい巨爆ありがてー。逆にバーバリアンキングね、死んでくれるのは助かるね。なんかこの、マルチ IT を追うのは突撃艦がね、結構役割としてはやってくれること多いんですけど、そこをキングでやってってシューターを使えるっていう自由度が増した感じかな。さ、クイーンの範囲に入りますよね。さ、ここから、スーパーホグだ。スーパーホグとストライカーが、自前のものが出ていって、クイーンの方はタウンホール打てるような状況を作れたので、初手トームから入っていきます。さ、クイーン、クローク合わせつつ、相手のクイーンもここで処理ができました。さ、レイジ置いて、ヒールが1枚残ってるんですけど、フリーズ置いてからヒールの位置を見定めていくって感じですね。まあ、結局、このマルチ IT をケアする置き方になっていきます。そして、ここもフリーズを重ねていく。うん、いいですね。さあ、ストライカー遅れて登場。ここはマルチ IT 突破するのにだいぶ時間がかかりましたが、ようやく触りに行くようなことができました。さあ、ポイズンリザードと、ストライカーの方で相手のロイヤルチャンピオンを処理していきつつ、まあ、ここのモノリスはね、本来折れてるプランだったので、こういったところでね、ロイヤルチャンピオンが食らうことはなかったんですが、インビジブルもしっかり残していって。さあ、投石周りのね、外周部12時削ってますね。わー、これうまいな。ホグ1で、もう一回ホグ1時間差出したりもしてもいい感じはしますが、まあそもそも届くんでね、回収に回すって感じですかね。うまいですね。ケアの感じもね、非常に良かったですね。最終的には、ユニット残って、全開です。ロイヤルチャンピオンね、守る戦術なので、これは本当にうまい。バーサス。はい、というわけでね、終わりまして、13対12で、まあ、同じクラン相手に、2度目の勝利ですかね。まあ、2度目どころか何度も対戦してるので、ずっと勝ってるような気はします。やはりね、ナビの配置は硬いし、ナビのアタックはいいしで、非常にね、いい前回、いい試合を見せてもらいましたね。はい。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、よろしくお願いします。どうぞ、さよなら。